は何でも入荷しています。我が に千の呪いあれ。立派な見知らぬ者よ、伝次郎を助けてくれないか。カーンワステンがこの者の元一党公開し魔者に占領された。伝次郎を裏切って船員を伝次郎の敵にしたんだ。もう望みはない。お前だけが頼りだ。この者は積み荷を3つ港のあちこちに隠した。それを見つけてくれたら新しい人生を始められる。魔女も始末しなければ彼女はレンジルを駆り出すまで休むことはない。レンジルの最も貴重な宝は愛しい妻のヌバニだ。最後に見た時彼女は船の近くにいた。うまく隠れたとは思うが逃げるには助けが必要だ。全部やってくれればレンジルは報酬を約束する。最初から魔女を疑っておくべきだった。一等航海士としての能力ばかりを見てその強欲さを見抜けなかった。今望むのは引退してヌバニと静かに暮らすことだけだ。ハイエルフはこの者のオンボロ船のようなみすぼらしい船が港に停泊するのを嫌がる。そのため商品を届ける多くの外来船が秘密の水路へ行くように言われる。失礼な話だと思わないか。サマーセット沿岸はマオマーの脅威と隣り合わせだ。そしてアルトマー海軍は外来船に対する攻撃への対応が遅れがちだ。レンジルはそのような攻撃に対して万全に備えなければならない。この隠し場所はこの者とヌバにしか知らない。危険な目に遭っている愛しい妻のことを話すのはこの者の心が痛む。雄弁で綺麗な眩しい目をしている者がいたらそれが妻だ。魔女を信用するなとレンジルに何度も警告してきた。その知見に従っておくべきだった。全てはカーンワステンに停泊した時に始まった。ほんの数日前のことだ。魔女が洞窟の奥へ姿を消すようになった。短気にもなった。そして突然自分が船長だと言い出した。反対する者は全て襲われた。レンジルもそうだ。それはレンジルにはわからない。仲間を見つけたのかもしれない。船員を脅して命令に従わせられるほどの力を持った誰かをだ。その洞窟には船乗り以外に何かいる。レンジルが逃げた時奇妙な戦士を見た。アンデッドだろうか。しかし魔女もレンジルの部下も修行術師ではない。しかし魔女が味方を見つけたのならそれが修行術師かもしれない。歩きてよ。カーンワステンには邪悪な勢力が存在する。十分気をつけろ。
無敵よ。友達の間でたかるってのはどういうことだ？行きましょう。信じられない。割り耳の裏切り者だ。
船長が私を追い出すためにあなたを雇ったの？バカね。私は真の力を見つけたのよ。彼女の力は無敵よ。誰にも止められないわ。危険でしょ。お前たちはまだわからないのか。お前たちのような連中に対処するには十分な魔法が。待て、密売人の仲間ではないようだな。この美しい隠れ場所へ何をしに来た。ならば今のところ任務は成功しているというわけか。こんなところまで来てもらってなんだが、一つ協力を頼みたい。仲間のグログが捕まった。彼を解放してやってくれ。私はヌガルザというシースロードのことを調べたいのでな。グログは湾の近くのアンデッドの調査に向かった。シースロードが生み出していると考えたのだ。しかし密売人のことを知らずに捕まってしまった。現在彼は鎖につながれ、シースロードの資料術師であるヌガルザへの供え物にされている。協力に感謝する。数人程度の相手なら私でも可能だが、密売人の軍勢をまとめて排除することはできんのでな。それに誰かがヌガルザと他のシースロードを調べなければならない。サマーセットの運命は我々にかかっている。可能な限り目立たず効率よくやってくれ。密売人ともシースロードのアンデッドの使いともこれ以上争いたくない。お互いの剣が片付いたらここで落ち合おう。他に比べればここはまだ安全だ。これまでの調査によると、密売人とシースロードの間には何らかの取り決めが存在しているようだ。その証拠に、奴らは時折捕虜を置き去りにして、あの獣の玩具にさせている。
遺憾ではあるが、グログは次の玩具に選ばれたというわけだ。勘だろうな。酔っ払いの多くにしてはいいものを持っている。シースロードについて分かることは少ないが、使用術に長けているようではある。お前が出発した後に詳しく調べてみよう。静かにして、死者の目を覚ます。効果もないこれから、気をつけるようにしてください。手当てを頼む。Ha!
なあ、誰かいるか。お前も裏のある密売人の仲間か。そうじゃないことを願うよ。この鎖から解放してもらいてえからな。でかいナメクジに気づかれる前に解放してくれ。俺か？全く俺を何だと思ってる。カジヤか？いや、悪い。考えさせてくれ。鍵を持った密売人はスロードと話をしに行った。奴が汚い言葉を吐くと悲鳴が聞こえた。死体は近くにある。鍵をこじ開けられるなら構わんがな。ああ、知ってることはみんな教えてやる。鎖を解くならすぐにな。俺は疲れてて喉が渇いてるし、あのナメクジのネバネバした足に触れられようとは思わねえ。だから鍵を探してくれ。また侵入するか？それはいい。兵士たちの補充にちょうどいい。鎖から解放してくれてありがとうな。手首の皮がむけてきたんだ。で、どうやってこのオブリビオンの穴から出る？お前にはいろいろと感謝してるし、その執念には敬服するが、ここは危ねえ。お前とカイナーに分かったことを全て話す。ここから脱出したらすぐにな。分かった。だが、終わったら絶対に脱出するぞ。あのシースロードの名はヌガルザ。俺が遭遇したアンデッドの連中を考えると治療術師の類だな。だが他にも分かったことがある。そいつは誰かと話していた。おそらくハイエルフだろう。興味深いことを言っていた。何らかの徒党に関することだ。複数のシースロードが協力している。別のでかいナメクジが南で活動していると話していた。島を沈める方法があるってな。さあ出よう、頼む。
誰かを探してるの？レンジルに頼まれてきたの？ヌバには彼が罪人だけでなく、妻のことも忘れずに話したことを願いましょう。それで代わりによこされたの？呆れたわ。レンジルは罪人のことを真っ先に話したでしょう。これでようやく足を洗えるって。違う？でも、この者は夫が密売人の生活から永遠に抜け出せないことを恐れているわ。公益商人？そんな平和な暮らしならいいんだけど。違うわよ。レンジルがサマーセットに運ぶのは密輸品だけ。だからこの洞窟に停泊している。でもあなたの協力があればようやく爪を押さえられるかもしれない。この危険な生活を終わらせるの。あなたが密輸品を海に捨てたら、レンジルは船を売り払って身を固めるしかなくなるわ。どう？レンジルには内緒でいいの？これが最後の後悔ってレンジルは言う。いつもこれが最後の後悔って。それでもう5年。ヌバニは洞窟に隠れて夜を待つことに疲れた。夫のことは愛してるけど、レンジルは自分からやめられない。きっかけが必要なの。ええ、何度も大声で繰り返し。船を売れば落ち着くしかなくなる。この者は日の当たる美しい暮らしをしたいだけ。これはレンジルの望みでもあるわ。うまく背中を押すだけでいいの。急いで積み荷を船から捨てるのよ。この洞窟には面倒を起こす密売人よりも危険な連中がいる。ヌバにはできるだけ早く船でカーンワステンから出ていくわ。心配しないで、レンジルの元へ戻る方法は見つけるわ。ええ、でもヌバニとレンジルは機転が利くわ。この船を売れば小さい店なら楽に開ける。質素だけど美しい生活よ。狩猟術師や臭い洞窟とはお別れよ。魔女は狩猟術師じゃないのにアンデッドがこの海岸に並んでいる。おかしいでしょ。カーンワステンの洞窟の奥にはより強大な力がうごめいている。闇に潜む者が現れるまでヌバにはのんきに待ちたくない。グログを救ってくれたことを感謝する。怠惰でいつも酔っていて、先人のくじではひどい詐欺を働くが、私にとってはかけがえのない仲間だ。シースロードの脅威について何か解明できたか？興味深いな。私が調べたことと一致する。他には何かあるか？私の酔っ払いの仲間はいつも本当に興味深い秘密を暴いてくるな。島を沈める？恐ろしい魔法があったものだ。何らかの自然現象の噂を聞いて、ミリアとハイエルフの海兵隊は南へ向かった。そのことと関係しているのか？何にせよお前は彼女を助けに行ってくれ。事態は一刻を争う。お前が南へ向かってミリアを助ける間に、私はアリノールに戻ってこれまでに判明したことをバトルリーブに伝える。戦力は分散するが他に方法はない。幸運を祈る。お前に星々の導きがあらんことを。どの女もそれぞれの価値が、私のは思う。
何も持たず誰も連れずに戻るとは失敗したのか、沼には見つかったのか。魔女に乗組員を取られ、今度は生きるための唯一の手段まで取られたのか。ヌバニに何て言えばいいんだ。裕福で贅沢な暮らしを約束したのに、生きていくには船を売るしかない。それでもお前はいろいろと助けてくれた、感謝するよ。おお、ヌバニ、レンジルは脱走すると分かっていた。もちろん臆病な夫の助けもなしにね。そんなことを言わないでくれ。特にこんな日にはな、全てが失われたんだ。あら、だけどまだ船があるわ。一番近くの港で売りましょう。小さな店を買うの約束してくれたでしょ。ああ、まあもちろん。だがひょっとしたら仕事をしたがってる船乗りを見つけるかもしれないぞ。レンジル、わかった、船は売る、店を始めるんだ、望み通りに。よかった。間違いよ。あんたが誰でもいい。幻じゃないならアリノールに伝えて。バトルリーブ・タネルラインに。海兵隊、私たちは新種の魔法に関する噂を追ってたんだ。ガイザーを見つけたけど、シースロードの魔法さ、アビサルの真珠と関連してる。ガイザーが吹き出すと、恐ろしい海の獣とアンデッドが現れるんだ。シースロードのブコルゲンがさらに力を高めようとしてる。詳細は全て報告書に記してある。ハイエルフの海兵インディリムの報告書さ。魔術師だけどカイナーほどの力はない。そいつがガイザーに関する記録を集めたんだけど、その大半は理解できなかった。ヤグーラが襲撃してきた時、私たちは二手に分かれた。海兵隊は浜を下っていった。私は大丈夫。このくらいの怪我なら前にもやってるし、治ったらすぐにアリノールに戻るよ。見るとワクワクする。何に使うのか早く見たい。
戻ったのね。あなたはミリアと海兵を探しに行ったってカイナーに聞いたわ。それでシースロードの脅威は女王の猫がほのめかしたほどにひどいの。八大神よ、守りたまえ。シースロードの徒党、ハイエルフの裏切り者、島を沈められる魔法のガイザー、一つ脅威を調べてもらったら数倍に増えたわ。ただこれで噂は確認できた。この情報があればそれに応じて計画を立てられる。いつもなら私の持てる兵士すべてを送って対処させるところだけど、終わらない戦争が私たちを疲弊させているの。あなたやカイナーの冒険者たちのような人々に助けを求めるべき時かもしれない。とりあえずこれは感謝の印よ。シースロードの情報をよく伝えてくれたわ。でもまだ手始めよ。次はその情報をもとに動いてもらうわ。アビサルの徒党が島に被害を与える前に手を打たなくてはね。シースロードはこの島を沈没させかねないアビサルガイザーを仕掛けたわ。奴らは私たちがガイザーから出る怪物に気を取られて手遅れになるまで真の危険に気づかないだろうと思い込んでいる。奴らのその期待を裏切ってやりましょう。ガイザーを破壊する。探し出して始末するのよ。ガイザーから出てきた怪物たちとも戦わないとね。だからできれば仲間を連れて行って、それから真珠の破壊も忘れずに。あれが魔法の源だから。活動中のアビサルガイザーは一つも放置できない。そんなことをすればサマーセットの全住人が大きな被害を受ける。新参者たちの中から協力者を見つけてこの脅威に対処するのよ。報酬は払うわ。もちろん成功が前提条件でね。あなたが持ち帰った報告書にある通りよ。シースロードの徒党は魔法のかかったアビサルの真珠を島にばらまいた。何らかの方法で真珠の魔法がガイザーを開き獣を召喚する。奴らはガイザーを使ってサマーセットを沈める気よ。このような任務に出せるほど兵士がいたらね。残念だけど現状ドミニオン軍の大半はシロディールで女王の名誉を守っている。私に残されたのはちょっとした防衛部隊と協力者の寄せ集めだけよ。例えばあなたね。
ックハンマー、この愚か者どもを叩き潰すがよい。いかにして打ち勝つ？だってあなたが必要よ。今日はひどい日ね。そう思わない？アビサルガイザーの脅威には対処したの？それは素晴らしい知らせだわ。私は疑っていたけど、どうやら女王の布告は呪いというより祝福だったようね。あなたのような新参者の助けがなければどうなっていたかわからない。サマーセット全体に代わって感謝するわ。石膏からアビサルガイザーがあちこちに出現しているとの報告があった。ついてないけど予想はしていたわ。